こんにちは。あーちゃん、今日はさ、私たち今どこにいる？はい、今日はここは飯倉航空。知ってる？はい、外務省の迎賓館だからね。はい、初めて。ってことで、今日私たちはね、実はパーティーのはしごをしてるんですけれども、はい、まあ、その模様をこの後皆さん、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、乾杯。あ、始まりました。モッコム・エイキンズさんだよ。このために来日されてるから。So please enjoy the lovely food and the lovely drinks, and I'll see you later. Thank you. なんかね、今日は私たちがいつもお世話になってるエディションホテルで、3月の26日からオープンするジェードルームっていうレストランと、ここのガーデンテラスの、今オープニングのレセプションが行われていて、私たちそれにご招待いただきました。すごいよ。でもなんかベストウェザーっていうか、うん、暑すぎず、暑すぎず、ね、雨の予報だったんだよ、昨日、ね、すごいですね。あったり、そうそうたるファッションピーポーたちがいるからね。後ろの席とかマジヤバいから。全員私の育ての親です。そうなんだ、ね、あれはモンスターテーブルモンスターテーブル聞こえるように言えば悪口じゃないから、陰口でもない。怖い怖い怖い。でもね、もうあそこにいらっしゃる皆さんたちは、それこそ私がスイートの表紙をできるようになったきっかけを作った人たちだから、すごい鍛えられました。鏡で今日の万太郎の素敵なお召し物。そうそう、下も、え、どういうこと？そう、これ、あ、この下ですか？何も着てないです。ちょっとね、やだ。いや、やだ。こっちもなんだよ。スケベだよ、スケベ。ね、可愛いの着たんだけど、なんか蚊取り線香みたいな。なんかバジル？なんだろう。パンに塗る的な。そうみたい。なるほど。いただきます。どうぞ。でもね、贅沢だよね、昼に。こんなさ、そうですね。プラスでパーティーにお呼ばれして、そうですよね。夜は。そんな日ないですよ。いや、パーティーからのパーティーというどんな感じなんでしょうね。なんかもう、なんか立っているって感じです。そもそも外務省と、あの、いろんな都道府県が一緒にレセプションをやって、そこに外国の方を招いて、その県の良さを知ってもらうっていう。あ、じゃあ海外の方もいらっしゃる。うん、海外の方に対して栃木県民としてプロモーションしなきゃいけない立場。そう。あ、そうなの、うん、客じゃないんだ。そう、だから外務省なのよ。だから栃木県のいろんな名産のブースがいっぱい出てるわけで、それを大使の人たちに楽しんでもらって、栃木の良さを知ってもらうっていう。え、で私たちは、だから私たちができるとしたら、今日持ってきたパンフレットで、パームだよーん、パームだよーん、キレだよーん、チワ、ウケるよーんってやればよ、差し上げるのが、うちのプロモーションをちゃんとするってのが、栃木県の魅力を伝えるってことにつながるわけです。はい、です、です。これだ、うん、逆じゃなかった。そう。もう決めました、何挨拶するか。何の挨拶？大臣との。チワ言ったな。言ってもやってもらおうじゃん。いやいやいや。うん、お願いいたします。ありがとうございます。もう何も言ってないけど、こう釣られるあれもう飲むぞって感じがある。お好きに飲んでください。ありがとうございます。トマトとリコッタチーズ。OK、 トマトとリコッタチーズです。わー、こんな感じで出てくるんすね。あっちにさ、浮かびない。え、後でにしよう。後でにしよう、食後。こういう東京のさ、パーティーに来ると知り合いにいっぱい会えるから、約束しなくても、うん、それが楽しい、ね、なるほど。こんなさ、ワンピースみたいなチキン出てきたの。なんかリクエストかなって。みんなさ、そう、かぶりついてない。ナイフとフォークに食べちゃう。あ、でもさ、骨ない。え、骨なくって、中に、あ、なんか具がたっぷり。すごいいい香り。それ、おいしい。あれ、お久しぶりです。ねえ、ケイトさん、マイちゃん、中裸だけど、このわけです。大丈夫ですか？開けた方がいいです。開けた方がいいです。このラインを、このラインを褒められたよ。トップスタイリストさんに褒められたよ。責任を持
ちしたのが、舞茸を練り込んだブリオストーストでございます。舞茸、はい、シンドコチーズを使ったクリームにつけて。シンドコチーズ、はい、北海道のシンドコチーズ。シンドコだ、北海道シンドコ。季節だ。今日はおすすめのカクテルで。本当に、はい、ブーメランで撮ろう。花ブーセやりよるよ、この顔カシャってさせる感じ。花ブーセかわいい。ハムトバージョンみたい。ハナトゥーセやった、昭和が一人だけいるんだけど。ハナちゃん、トムです。はい、Very nice to meet you. Bye. Welcome to Tokyo. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Good? Yes. Pleasure.Amazing. Thank you very much. Thank you very much. Hey, hey. 素敵。これとこれ見てみんな。まあ、同じ世界線だよこれが。これもああいう仕上がりになりたかったな。We have a great one with an apple from the 菜の花。なんて言った？豚と菜の花。あ、合ってました。ありがとうございます。すごい、今日は菜の花カラーでね。すごい、菜の花カラーです。誰が豚やの？ちょっとなんかさ、昨日久しぶりにさ、4月の1日がさっきの誕生日なんだけど、ああ そ, うだ、ね、そこまで忙しいから絶対会えないと思って、ああプレゼント持って行ったわけ昨日。ああどうって言ったら、やっぱりいっぱいいろいろ問題はある、スタッフのこととか問題はあるけど、私だけ絶好調って言ってた。すごい。そういう意味で言うと、滝もいるし、マキもいるし、カエちゃん。ワーマンが多いのよ、私の周りには。でも私なんか芸能人とか、ロールモデルにしてる人誰がいますかとか、インタビューとかでよく聞かれるじゃない。その二人だもん。その揺らぎとかを人に感じさせないとか、ハッピーなバイブスだけちゃんと伝えていくとか、あ、こういう大人になりたいって、10代の後半とか20代前半に思ったのは彼女たちだから、この2人だから見て思ったのが、だからこそ2人がちょっとネガティブなこととか弱音とか甘えたりとかしてくれることが私はすごく嬉しくって、私も山本さんがそういうメンターみたいなことをやってくれてるから、他の人の前でちゃんと最高でいられるっていうか、メンターにマンター巻き込まれた感じがあるんだけど、かわいい、もらい事故でしょ。メンター必要ですね。山本さんのメンターはマンターがそういうさ、ベンチマークみたいなのはどういう人？確かに。いやでも私はもう最後か。あ、そうなんだ。でしかない。なんかダサいんだよ。褒められた後なんでよ。隣だったらカバーガールだよ。でもタガみたいな生き方だと、どういう人がベンチマークを？僕ベンチマークをなるべく作らない。タガの話だったら雨降ってきた。え、つら。行こうか。早めに。早めに。いや、見つけてたよ。今、万太郎さ、ヨマちゃんにさ、あ、見てるよ、YouTube って言われてた。すごいよ。ヨーマちゃんがマンタロウのこと知ってるんだよ。どういう世界線？見て、今日の朝の私。え、朝から行ってるんですか？こういうのを頑張ってるんですよ。すごい。シェフいる？掘りた。あ、ほんとだ。わー、ありがとうございます。何じゃこれは。おいしそう。いただきます。おいしい。アイス、これとね、いちごとクリームと、あとこれなんか、何なんだろう、このソースが。甘さがあるけど、程よい甘さ。全部合わせて食べると本当に美味しい。かわいい、ヨンちゃん。目が合ってさ、やってくれるヨンアちゃんが、かわいすぎ。
みんなそろそろ開きになってきてるから私たちも行っちゃいますか。まだまだ1日は長い。パーティーのはしごだよ今日。すごい、私初めてするんだけど。あ、そうなんですね、うん、でもいいね。ね、美味しかった。本当に素敵なイベントだったね。てかもう楽しいだけだったね。美味しい楽しいお食事会。我らがホームエディションホテルでレセプションパーティーにお呼ばれいたしましたけれども、明日からねお店もオープンするとのことで、テラスもオープンするということで、皆さんもぜひいらしてください。とりあえず後ほど。栃木県には魅力的な観光地がたくさんあるわけでございますが、栃木県は大臣からご紹介いただきましたように今年は誕生150年を迎えることになります。それでは参ります。せーの、よいしょよいしょよいしょ。ちょっとじゃあいろいろ行ってみる。いただいちゃったよ。すごい、知らなかった。栃木とハンガリーがこういうホストタウンの交流している。本田さんの F1 のエンジン作ってる工場があるって。え、栃木すごいじゃん。うん、すごい。パネマ電動工芸品になります。結城紬のこのさ、桜の柄とかがある中にまた柄が入ってて、しかもその柄が全部違うから。とちまるくん一緒に撮ってもいい？とちまるくん、はい、とち。今日のお着物の子、なんか今日はね、ご説明いただいたら、はい、めでたい柄をね、はい、いっぱいちょっと施されているお着物で、鳳凰がいたり、亀甲の柄で、このおめでたい雲の柄、ここは桜がね、咲いております、満開に。素敵な帯、後ろもね、すごい素敵です。ほら、本当だ。歩く並木、桜並木。歩く桜並木でございます。どうも今日はありがとうございました。わざわざお見えいただきまして。東急と申します。スターは牧場にいるので、栃木の大田原というところで保護の活動もしていて、殺処分対象になってしまうお馬さんたちも来ていて、ぜひ遊びにいらしてください。一大観光スポットになりました。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お会いできて光栄でした。よろしくお願いします。お会いします。お会いします。どうでした、佐藤さん。すごいの、全部言ったじゃん。全部言っちゃった。でも県知事が、ね、栃木を代表する観光スポットになってますって言ってくれ言ってた。もうそれが私、泣きそうになった。いや、毎週引っ越してよかったね。私たち頑張ったね。那須町家がございまして、知事のホームもう3年になるんですけれども、もしよかったらパンフレットもファームの今日お持ちしてます。遊びにいらっしゃい。海外の方で農業で水産業、まんちゃんがちゃんと外交してます。本当だ。いただきもらいます。雇用もちょっと危ぶまれていただきます。ありがとうございます。サイコさんじゃあ、あの有名なサイコさん。ご近所でご近所。いや、すごい素敵なご活動で、今聞きました。ぜひ遊びに行きたいと思います。ぜひできればこれからも地域を盛り上げていただきます。あ、大丈夫です。よろしく。はい。こちらもいいですか。はい。はい。あ、ちらって、ちらってできない。私だけ。あ、優しい。ありがとうございます。優しい。優しい。ありがとうございます。変なおじやんで悪かったね。知事がさ。どさくさに紛れて血ばっかり言ってくれた。ということで、
今日一日長かったよ。いや本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。でもなんか何このエディションのランチパーティーからのこの外務省の栃木県レセプション、うん、とてつもない方たちにお会いして、はい、そうですね、なんだったら島とかさせてたから。そうです、ね、知事が知らせてくれました。知事最後変なおじさんにごめんねでそんなこと言わせちゃダメっから知事に。いや外務大臣の林さんにもお会いしてご挨拶も、ね、そうちゃんと全部プロモーションできた。すごいすごい長くおしゃべり始まりの経緯から全部言ってたから私たちも外交をね、はい、あのファームから離れて、うん、ここのイークラでね、はい、東京のど真ん中でファームのプロモーションもね外交してまいりましたけど、はい、もう名刺もこんな変わった、ね、今日一日でいろんな人とお会いできて本当にでも、ね、楽しかったね。はい楽しかったです。またでね皆さんもちょっとね、はい、こういう外務省のパーティーぜひねサイチャンネルのみんなにも見ていただきたかったなっていうところで今日一緒にねみんなでパーティー参加してもらいましたけれども、またねこういう機会やったらみんなもぜひついてきてください。はい、ありがとう、ありがとう。3、2、1、アクション。ちょっと待って、失礼いたした。こいつこいつ、ね、すごいよ。うわなんか城下町行っちゃおうの時にちょっと待って、おてんば姫だな